はい、こんにちは、JSPA 理事の浅田祐介です。普段は音楽プロデューサー、作曲家、をやっております。一応メインはキーボードを弾かせていただいておりますが、一応自分がプロデュースするものでは弦楽器、ベースとかギターは弾くようにしております。今回アーチリアの V コレクション9の中ではプロヘッド 5V を担当させていただきました。アーチリアの V コレクション9の中でこのプロヘッド5っていうのはオーディオエンジン、音を作り出すエンジンを刷新したという話で、もう本当に趣味でなんか楽しいなっていう時以外はこのままでいけんじゃねえかなっていうぐらいの、かつオーディオエンジンが刷新される前の時に比べて音抜けの良さを感じました。ひょっとしたら V コレクション9の中で一番音が変わったシンセの一つなんじゃないかなと思いました。まずはプロヘッド5の特徴っていうのは、抜けの良さだったりブライトだったりとか、実機に近いなと思いました。今回実はプリセットを作るっていうのが初めての経験でして、まあいろんなやり方があるなっていうのはなんとなく分かったんですけど、今回ニュープリセットっていうより一番最初の初期段階に戻して、そこから一から作っていくっていうのを繰り返しました。なので今回は僕意識したのは、最近80年代の音楽が非常に盛んになっているので、2020年代で使える80年代サウンドみたいなのものを目指して音色を作っていきました。このソフトウェアバージョンになってすごく良いなと思ったのが、プリセットを作る上でもともとプロヘッド5が持ってる特徴的な音色と現物のプロヘッド5ではできない音色変化っていうのは、もともとのプロヘッド5の実機プラスアルファの音色を作るように心がけました。僕ら世代、いわゆる本物の実機をの音色を知ってる方っていうのは手に取っていただくと驚きと再発見ができると思います。良くも悪くもどんな音楽にでも合うような汎用性が高かったりとか、とことん追求できるシンセになってると思うので、古い人からこれからシンセを学びたい人までどんな年代の方々にも満足いけるしてもらえるようなソフトシンセだなと思ったので、ぜひ手に取ってああ違うなっていうのを実感してもらえたらいいなと思います。はい。